ズワールドシリーズ。世界の強豪のいた2階級16人の中で日本人が4人が残るっていうのは全く考えられなかったです。私、日本人対決ができるっていうのは嬉しいですね。日本のキックのレベルも上がってるんじゃないかな。意地とプライドをかけた勇者たちの激闘がいよいよ決着。いつも言ってるように総合力で、圧倒したいなって思うんで、日本人対決、白鳥選手一緒に盛り上げましょう。濡れ大会引っ張ってきた日本の選手だと思うんですけど、ここは濡れたりじゃないんで、そこの差を見せたいですね。ついに巡り合って、それが本当世界一を決める大会の決勝っていうのは本当に自分の中でもドラマだと思いますし、やってきたことも、お互い日本でやったりタイでやったりっていうことは違うんですけども、でも目指す場所は一緒なのかなと。死に物狂いで努力して、人生かけないと多分優勝できないので、本当最高の状態で仕上げてきてほしいなと思いますよね。お互い最高の状態で試合をしようと。キックボクシング最高の栄冠を手にするのは誰だ。サイゲームスプレゼンツライズワールドシリーズ2019ファイナルラウンド、9月16日幕張メッセイベントホール。